ですから一般疾病医療費の支給の制度が人があの100人100人で拮抗していたんですが、今年に入ってもう記者会見用の資料をお持ちでない方、ここにコピーできました。文法ありがとうございます。医療費を支給するというのは、日本の被爆者にはあの法律が出て一番最初に実施された援護なんですね。でお分かりのように原爆被害者というのはとにかく放射線の被害で健康が破壊される。ですから何よりも医療費を支給するという援護が一番重要な援護ですから、あのお隣におられる日本の被爆者の人たちはまず医療費支給というのを日本政府に求めてきて、これが1957年から実施されたんです。ところが韓国やアメリカやブラジルや日本国外にいる被爆者に対しては、その一番重要な医療費が本当に最後の最後まで回されてしまった。これはもう本当に日本政府がやってきたあの違法な行為の中でも非常に理不尽としか言いようがない。被爆者にとって一番必要な医療費支給が40年かかって今に至った。このことをやはり日本政府に対してあの本当に反省して、一日も早く全ての世界中の被爆者がその医療費支給が受けられるような体制づくりをこれからの要求していかないといけないと思います。今日の最高裁判決により、医療費が何の心配もない状態で支給されるようになれば、今日までの苦しい生活に対する全ての不安や憂いを取り払うことができるでしょう。韓国の被爆者みんなが私の裁判が勝訴することを望んできました。裁判提訴から今日まで4年間裁判を戦ってきましたが、この4年間のみならず、その前からずっと病院の医療費の負担があまりにも大きく、生活面での困難と精神的な被害が甚大でした。最高裁で負けるまで医療費を支給しようとしなかった日本政府と大阪府に対して、今後は生命の大切さを共有しうるところを見せてほしいと思います。の最後に、現在日本政府が韓国あの日本以外の被爆者にその居住国でかかった医療費について法律適用ではなくて、在外被爆者保険医療所